怪我から復帰しました横井優衣です。前回新木場で復帰させていただいたんですけども、その時に足を攻められちょっと無様な姿を晒してしまったんですけど、次の日曜日にある後楽園大会では元気な姿を見せられるように、そして、吉野すみれと勝つ姿をお見せしたいと思います。頑張ります。はい、前々回の新木場大会で怪我をしてしまって欠場となってしまったんですが、今回の、後楽園大会で復帰することになりました。結構いろんな方にご心配とかお聞きしましたが、今回脇澤さんと組んで、もうみんなをもっともっと元気にできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。せーの、パッションパ